はい皆さんこんにちはこんにちは尊重スタジオです今日はトゥーントラックの EGKeys について実用的な使い方を解説したいと思います YouTube などでもリファレンス的にこの機能はこうなんだよというような解説って案外多いんですけれども実際の楽曲での取り入れ方っていうのは意外に少ないのです。 今日は実践的に使うということを目指して解説をしたいと思います。わーい、今日も楽しみですね。村長ミュージックスタジオ。実践的にというのはどういうことかというと、皆さんは大抵このように E.G. キーズのブラウザで。 フレーズを「いいのがないかな?」というようにこうしながら選んで「いいなと思ったらこれをドラッグします」ドラッグしてこのようにこどけサークルの中からコードを選びますこのようにしながら フレーズを埋めていっている、という方が多いと思います。なぜなら作りたい楽曲というのは、むねのコード進行が決まっていることが多いからです。そうですね。私もコード進行から考えることが多いです。そうだろう。だから、これでは今、もう、スタジオ1に自分のやりたいコード進行を、このように、もう作ってあるのに、それをそのまま C。<music> A マイナー使い慣れていない方はこのように入力している方もたくさんおられると思いますそれは YouTube などでそのような使い方を紹介しているからです僕もかつてはそんな風にお伝えしていた時期もあるんですけれども今はもっと実践的に EasyKeys を使っていますそれは知りたいですねはい これから解説をします。このようにコード進行が決まっていましたら、このコード進行をこのように選択しまして、MIDI のトラックに引っ張ってきます。そうすると白玉和音ができました。ここで、Cubase では特に便利なんですけれども、この白玉和音をここに直接ドラッグドロップできるわけです。でも ほとんどの DAW はそれができません。ですから、このコード進行を一旦、MIDI ファイルに書き出していただきます。スタジオ1の場合、このように選択をしまして、そこから、イベントというメニューを開いて、選択をエクスポート、これを選びます。すると、このように、保存のダイアログが出てきますので、ここで MIDI ファイルを保存します。 ファイル名を適当につけましょうミディテストとしておきます僕の場合は今ダウンロードホルダーに一応保存しますそうしましたら先ほどテストに入れたフレーズを消しますリムーブをしますそしてこちらが3小節目からになっていますので その位置にドラッグをしますこのようにダウンロードのフォルダーを見ましたら先ほど保存しました MIDI テスト MID というのがありますのでこれを3小節目の頭に持ってきますはいこのようなダイアログが出ましたここで2段目に「トランスポーズ MIDI」というのがありますが最初もし「 ここにチェックが入っていましたらこのチェックは外してくださいそうしましてインポートをしますするとここに MIDI を表示できましてコードも同じように入力されていますそして今はもちろんここで白玉和音がフレーズとして入力されていますがここで自分の好きなフレーズを探してみます じゃあ、これに決まったとししまます。す。そのとに、右ククリックでコピーをしますこれとっても重要なんですよね。そして今一塊になってる9つの小説がありますがここを右クリックしましてペーストミディをします。普通のペーストではダメです。必ずペーストミディをしてください。そうしましたらこのようにミディフレーズだけが置き換わります。 コード進行に合わせて置き換わるということですそして最後は白玉だけが残りますまあこのままでもいいんですがエンディング用のフレーズがありましたらそれを修正して1小節を入れるということもいいでしょうはいこれを応用してみることにしますですから ここをハサミで切ります。そしてこのフレーズをコピーしましてこれに先ほどと同じようにペーストミディをしますはいこのようにできましたそうしましたらこれを選択しましてそして DAW のトラックにドラッグアンドドロップをします そして、ここから若干の編集をやっていきましょうそのときに EasyKeys のフレーズとそして MIDI としてドラッグドロップしたフレーズが両方なってしまいますこれではおかしなフレーズになる場合がありますのでここで右クリックをしてミュートをしておいてくださいするとこういうバッテンマークができてミュートされたことがわかります いいちいち消しておられる方も多くいますが消す必要はありません後で編集ができるように残しておくことが重要ですわあ、すごく便利私も全部消していたよそれはダメだよそんなことしたら修正が効かないじゃないそうですねがっくしそうしましたら EasyKeys ーーーは一旦閉じますミディーンを確認してみたいと思いますエンディングのとこだけ少し変えます そしてこのエンディングのとこだけ聞いたりするのには上のリッスンツールをうまく使ってくださいここで押すことでループをいちいち作ったりしなくても聞くことができますよはい「チャンチャーン」で終わりたいと思いますのでここでいらないフレーズは消してしまいます。 これを2つ消します。そしてこのルートの音であるどの音を少し伸ばしておきたいと思いますこれでどうでしょうかこういう感じで適当ですがお許しくださいじゃあこれでどうなったか聞いてみましょう ででしたでしたょうかイー,ジーキーズの使い方このようにコードサークルで指定するのも悪くはないですけれどももうコード進行が決まっていましたら今日のようなやり方をするのが一番効率がいいのではないでしょうかまたこういうことを全く知らないで使っている方もたくさんおられたのではないでしょうか是非ともこのようにコード入力してみてください私もこの1年何だったんでしょうね ははそんなこともよくあることですよですからしっかり勉強をしてみてください村長スタジオではネットを使ったオンラインのレッスンもしています知らないで何年も使ってるということもたくさんあると思いますこういうようなちょこっとしたチップスを勉強してもらうだけで一気に TTM の作業効率が上がります そうですね。私もレッスンしてもらったらとっても早く覚えることができましたそうでしょう自分でいろいろ悩むよりちょこっと聞くだけで一気に上達しますのでまたレクチャーをご希望の方はご相談ください「村長スタジオ」でしたありがとうございましたありがとうございましたまったね,まったね